どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回もまたハリボーグミの紹介をしたいと思います。でこれは生き物の形をしたグミです。インターネットとかでよく見たことあるんですけど、食べたことがありません。それはこちらです。ハリボーフローグズの紹介です。カエルの形をしたグミ、こちらにカエルとクマがいますね。これもシェアサイズですね。通常より大きい、ナチュラルと人工的な味。値段は1ドル50セントぐらいでした。日本円で160円ぐらいです。後ろはこういう感じです。後ろの方にもキャラクターがね載っています。パッケージがいいですね。緑とオレンジっていうのが結構好きです。おー、いい香りが、桃みたいな匂いですね。可愛いデザインになっていますね。ハリーポッターに出てくるカエルのチョコあるじゃないですか、あれを思い出します。いただきます。フルーティーで美味しいですね。歯ごたえは硬いですけど、味はうまいです。ピーチっぽい味ですね。ライムかスイカ、あとキウイとかそういう味だと思ったんですけど、桃でした。ちゃんとよく噛んで食べないとダメですね。美味しかったですけど、点数は95点にしたいと思います。ほんのちょっとだけ期待外れでした。で、あと超驚くレベルではありませんでしたね。ハードグミがあんまり好きじゃないんですよね。柔らかいのじゃなきゃダメですね。で、あと味も変えてほしいですね。ピーチ味は大好きですけど、やっぱり緑だからスイカとかライム、キウイ、青リンゴとか緑色の果物にしてほしかったですね。色が緑で桃みたいな味っていうのは色と味が合わないんですね。でも美味しかったし、こちらまた買いたいグミですね。デザインも可愛いし、このキャラクターも可愛かったですね。これはおすすめします。もし見たら買ってみてください。ハリボーフローグズの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。すんげえ雨降ってんな。